高年代日本一を争う高円宮杯 U18 プレミアリーグが開幕。そこで今回の部活は、昨シーズンのイースト王者川崎フロンターレ U18 を大特集。超強豪チームの裏側に潜入して、計算された練習メニューや最新設備をご紹介します。かっこいいわ。めっちゃかっこいい。かっこええな。部活ピーポー全力応援、部活ピ。部活ピ、こんにちは、なえなのです。そしておばんざい、バンドリュウジです。イエーイ、バンちゃん。バンちゃんです。もうおなじみになってきましたね、部活ピでは。これはなえなのちゃんが呼んでくれたということですか。こんなに間空かずにこれ来てるってか、熱烈オファーということじゃないんですか、これは。いや、もう実は、はい、私から呼んでません。はい、さあ、今回はですね、はい、サッカー元日本代表の坂東龍二さんと、はい、川崎フロンターレ U18 を大特集していきます。はい、川崎フロンターレは分かりますか。川崎フロンターレは私、この間 J ビリッジカップ見てきたので、うん、わかります。はい、優勝したチームですよね。そうです。で、川崎フロンターレっていう、うん、まあ U18 なんで、まあ、はい、高校年代じゃないですか。はい。でしょ。はい。トップのチームがあるんですよ。プロのチーム。うんうんうん。このプロのチームが今 J リーグでね、はい、5年で3回優勝してるの。うお、強い。そうなの。強豪。強豪なんですよ。うん、で、今回あのカタールワールドカップあったでしょ、はい、去年。はい、ありました。三笘選手とか分かりますか。いや、三笘の1ミリの三笘選手、ね、そういうことですよ。あのスーパーキック、そうですよ。それで田中碧選手とかね。はい、あの1ミリで決めたのが田中碧選手かな。なるほど。あの1ミリパスつないでゴールしたのが田中碧選手。 そしてセンターバック、ディフェンスで出たね、板倉滉選手って言うんですけど、はい、彼らがなんと川崎フロンターレの U18 出身。そんな勢ぞろいしてるんですか。そういうことなんですよ。パスしてキックまでワールドカップで決めた2人もいて、すごっ。川崎フロンターレ U18 は、うん、高校年代のこの最高峰のプレミアリーグ、うん、あ、聞いたことある。ある？あります。プレミアリーグっていう、もう本当に強いところしか出られない、うん、高校サッカー部も入ってる。あ、チームも。そうで、 J のアカデミーのチームも入ってる、うんうん、そこで、まあ、去年、イーストで優勝したところ、うんうん、すごい。高校の普通のチームも入ってるんですね。そう、学校の。そうという大注目の、あの1ミリを生んだ。そうです、川崎フロンターレですね。そうです。ということで、今回はそんな川崎フロンターレ U18 に潜入してきました。はい、ということで、バンちゃん、はい、VTR 振りお願いします。 VTR おばんざい。川崎フロンターレ U18 の練習場、はい、アンカー、うん、フロンタウン生田、うん、アンカーがね、あの充電の、あの充電のアンカーです。かっこいい。敷地面積は東京ドームよりも広い約48,000平方メートル。そうなんや、東京ドームより広いんや。公園やテニスコート、体育館などの市民の方も利用できる複合施設となって、うん、それはええな。めっちゃいい。いや、すごいな。市民の人も行けるんですね。それはいいな。うん、これフロンターレって何色か分かる？色、水色。そう、水色と黒やから、そういう風な感じになってるよね。あ、何か発見。何、アカデミー選手の、これはアカデミー上がった選手たちのこう顔写真が。お、あ、三笘選手いるよ。いる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 。アカデミーからトップチームに昇格した選手の写真。ちょっと若いね。その上、板倉選手もいるよ。あ、こんなに輩出してるんですね。めっちゃ若くないですか。ね、板倉ちょっと分からへんよな。一点の曇りもない素敵な笑顔。いやいや、今があるみたいになってるよ。綺麗ですね。これは人工芝ですね。天然芝ではなく人工芝。人工芝もやりやすいんです。まあまあまあ、あの雨でもできるしね。お、U18。 U18。
ました。専用の扉。専用ですよ。うわ、なんかかっこいい。うわ。うわうわ。プロ顔負けのロッカールーム。すごいわ。めっちゃかっこいい。かっこええな。青いいですね。うん、そしてさ、あのエンブレム。ああ確かにかっこいい。ずっとあるやん。かっこいい。だからあれはもうさ、もう自分たちはフロンターレのアカデミーなんやと。やっぱりフロンターレを背負ってるんだっていうのを常にやっぱこう意識しちゃうよね。すごいいっぱいありますね。ね。あ、じゃあ誰かが。これは後輩たちにはこの施設存分に使ってもらって、自分たちは。あと1年しかないんで、まあ、1日1日1日しっかり存分に使っていきたいなと思って小学3年生の頃9歳このじゃあ U12 とかだったそう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 、はい、10年ほぼ10年そうです10年ぐらい10年も今年3月にあのここオープンというかできましたけど使ってみてどうですかすごい施設がとにかく綺麗だし整っているんで、まあ、気持ちよく練習に来れるっていう、まあ、いろんなものが新しくなって、まあ、その部分に甘えてしまうっていうところもあるんですけど、まあ、そこでしっかり自分に目を向けてもっともっと高めていければいいと思います。おお、やってるやってる。おー、すごい。さらにアカデミー選手用のジムも完備。いやいや、ないよこんなの。なんかモチベーションめっちゃ上がりそう、こんな綺麗なところだと。最初にさ、パッと行ってさ、うんうん、こうワクワクするし、うん、アカデミーのこの出身者の選手たちの写真があってさ、うんうん、しかもワールドカップカタールで3人いるんやね。毎日通いながらさ、自分も強行で頑張って、うん、次のワールドカップ、うんそこを目指す、その次のワールドカップを目指すとか、うんうん、これなっちゃうんじゃない？ない、もうジム、うん、もう今まで3回やめてて、そう、え？全く続いてないんですけど、うん、なんかあんな綺麗なとこを用意されてたらやっちゃうかもしれない。そうでしょ？うん、だから環境って大事よね。環境大事。ね。もっと強い選手出てきそうじゃないですか。強化されてって。いや、もうやで。うん。だって小学校3年生から。ね、すごいですよね、10年も。ね。うん。これって、うん、川崎フロンターレに入りたいと思ったら、うんうん、どうやったら入れるんですか？これまたセレクションというのがあるのよね。セレクション？やっぱみんなが入りたいけど、うん、まあ、オーディションみたいなもんや。このドラマ出たいからオーディション行きますとか。ありますよね、オーディション。どうですか、ドラマオーディションは。いや、経験ありますよ。あるでしょ、はい、その中で、まあ、12人から15人ぐらいを選ぶわけやから、うんうんうん、で、この、まあ、中学校ね、うんうん、U15 でやります、はいはい、U18 になると、うん、またいやいや俺も入りたいよとか。あ、新しく。でも取ったら、うん、その分誰か。そういうことなのよ。辞めることになるってことですよね。そういうことなのよ。なちゃん、本田圭佑知ってますか？知ってますよ。本田圭佑、はい、ガンバ大阪わかる？ガンバ大阪聞いたことありますよ、うん、そのガンバ大阪の U15、うん、ジュニアユースと U15 中学年代をやってたんで、本田圭佑は本田さんどうなった？上がれなかった。本田さんにそんな過去が？そういうことですよ。シビアですね。シビアよ結構。じゃあさっき10年残ってた彼たちはすごい。そうだからもう残れ、もう競争勝ち抜いてきてるわけ。振り子も、うん、まあ、ボール回しですね。あ、有名なんですか？あのサッカーってさ、うん、このボールを取られない方がさ、うん、まあ、自分たちが攻める時間が長くなる、うんうんうん、だから取られないのが結構大事やから、うん、だから取られないようなテクニックとかをこの振り子で学べるわけ。なるほど、うん、結構ね、ベースとなるような練習かな、この振り子はね。大事ですね。大事大事大事な練習なんだよ。あのやはり誰のサッカーはですね、監督本当にこう
高いテクニックをベースにっていうところがありますので、やはりそうしたところっていうのを意識するには、あのトップチームがですね、あの同じトレーニングをしておりまして、はい、やはりあのトップチームと比較するのに一番あの比較しやすいのは同じユニットトレーニングで、やっぱりこう求められていることもやっぱりこうちょっとこう止める蹴るっていうところの質だったり、そういったところはやっぱりこうトップチームを意識しているところなので、やっぱりその基準っていうものをですね、高く設定すればするほど止めていたことがこう止まってないっていうことにもできますし、やっぱりそういうところをこう求めながら、この止めて蹴るっていうたったそれだけのこう技術なんですけれども、それが高いレベルでインテンシティの高い中でちゃんとその技術がゲーム中に発揮できるかどうかっていうところを追い求めています。インテンシティって何ですか？インテンシティっていうのは強度、強度、うん、ゆっくりゆっくりやってる中で止めて蹴るってできる人でも、激しく動いた中でインテンシティが高い、激しく動いた中でやれる選手がやっぱりいい選手やし、そういう選手が残っていくしプロになれるのよ。うーん、これぐらいの若いうちからそれをしっかりやっとけば、プロでもその基礎となるものだから、そこの上に、まあ、フィジカルとか、戦術とかそういうのを高めていけばいいっていう形だから。なるほど。もう一番中心は止めて蹴る。そう、そう、それができればもう海外行っても、ワールドカップ出ても、活躍できると。で、今のあの長橋監督、はい、彼ももともとプロ選手で、そうなんだ。バンちゃんフロンターレと試合した時に出てったこと、対戦したことあると思うな。あら、ちょっとね、バンちゃんより上やけど、うん、このプロを経験した監督とかコーチがたくさんいるから、確かに、そこの舞台を見てるって結構大事だと思うから、だから多分、広瀬すずさんにあなたダメよって言われるのと、悩んだのにあなたダメよって言われるのだと、まあ、ちょっとこう納得の仕様が違うみたいなことですよね。なえなのちゃんの方がそれはもうあれなんじゃないの、 TikTok とかも多いんじゃないの。いやいやいや、もう変なフォローしなくていいですよ。さっき6対4やったけど、これは4対2、プレッシャーのある中で正確な技術を発揮するためのトレーニング。でしかも結構速いボール送ってるね。本当ですね。速いボール送ったら速いボールを止めないといけないでしょ。だその技術がないとできない。止めるっていうのも簡単にこう見てたら簡単に見えますけど、難しいんですね。いや難しいよ。狭いな。狭い狭い。これ広くなったらさ、やっぱりこう簡単なわけやん、パス回しが広いから、パスコースがいっぱいあるから、狭いとインテンシティが高いということですか。インテンシティね。あ、インテンシティ、インテンシティ、強度が、強度が高い。強度が。ゲーム形式の練習でも止める蹴るが生かされた攻撃が続出。おお、いいシュートやね。あのシュート打つのにもしっかりボールが止まらないとシュート打てないんで、止めるっていうのが大事よね。蹴る前に止めるが大事なんですね。でシュートもやっぱり思ったところにシュートできるっていうのが大事やから。今もサイドネットね、サイドでしょ、サイドだったらキーパー取れないから。バンちゃんももうちょっとこういう練習してたらもっといい選手になってたな。バンちゃんちょっとしてなかったんですか。バンちゃん止めるけどあんま上手くなかったから。止めるけどダメな、ボールだってさっき基礎中の基礎って言ってたじゃないですか。そう、基礎がなかっただよ。バンちゃんどっちかって勢いでやっちゃうタイプやからさ。あ、やったるわみたいな。そうそうそう、勢いでもまあそれなりにはいけるんやけど、やっぱり上にはいけへんね。やっぱ振り返ってみると基礎の大事さって痛感するんじゃないですか。ここでもしバンちゃんが育ってたら、これはもうワールドカップも10回出てますよ。これ10回。めっちゃ強い選手になってた。いや、そう、めっちゃ強い選手になってたよ。すごいな。ええな。やっぱ基礎練すごい長くやってましたけど、ここまで普通長くやるのは珍しいんですか。まあ、あのやる高校もあるけど、でもより徹底してるし、止める蹴るを徹底しないといけないんだって言って、それを徹底しだしてからフロンターレがすごく強くなった。
へえ。それをトップチームがそれをやってて、うん、あやっぱり止めて蹴るって大事なんやなっていうのを、うん、アカデミーが今ずっとやってて、うんうんうん、でそのアカデミーの選手たちがまたトップに上がった時にそれが当たり前でしょってなってるから、一貫してやれるっていうのがアカデミーのいいところでもあるよね、うん、なるほど、つながってる、うん、アカデミーとプロがつながってる、うんうんうん、すごい綺麗に止めます ね、 ねえ、バンちゃんあれできひんね、あら、え呼んだね、今完全にね、ご飯食べてる食堂だ、これはええわ、1キロくらい1キロ1キロ